妻キッチンのコーナーです。今日の講師は料理人のダンディ光雄さんです。よろしくお願いいたします。ようやくいつものダンディさんに戻りましたね、はい、お待たせしました、はい、さあでは改めて今日の料理何でしょうか、はい、今日は韓国風ボロネーゼと言いまして、まあはい、こういうメニューが韓国の料理にあるかどうかちょっと知らないんですけど、はい、まあ、ミートソースとかボロネーゼと言われているあのソースですね、ひき肉の、はい、まあ、それをちょっと韓国の、まあ、調味料とか使って、そういう感じちょっと仕上げてみようかな。なるほど、はい、アイディア料理ですね、うん、では早速材料をご紹介します。材料2人分です。麺2玉、油適量、合いびきミンチ 200g、 トマトジュース 150cc、 コチュジャン大さじ1と2分の1、サムジャン大さじ3、オイスターソース大さじ1、松の実、かいわれ、キムチが適量となっています。それではちぐすまキッチンスタートです。ではまず何からしましょう、はい、まずひき肉です、はい、これ合いびきのひき肉が 200g ですね。でフライパンに、うん、まあ、少量の油を引いていただいて、はいはい、今日は塩コショウせずにそのままいきます、うん、あ、もう塩コショウなしで、はい、今日はですねその調味料、まあ、サムジャン、コチュジャンというのを使うんですけど、その味をちょっと楽しんでもらいたいので塩とコショウもちょっとなしでいます。なるほど、まずはこのひき肉を炒めると、はい、強火で、はい、強火です。ちょっと最初こう、はい、ほぐすような感じで、はい、で、まあ、触らないような感じで、片面焦げ目がついたらひっくり返すような感じですね、はい、そぼろみたいにこうかき混ぜなくていいんですか。最後両面火がいったらちょっとこう、はい、ほぐします。はい、まずはもう固まったままちょっと焼き目をしっかりとつけていくということで、はい、ではちょっと焼いてる間に今日の、はい、フリップ早速ご紹介しましょう、はい、今日はコチュジャンとサムジャンについてちょっとご紹介したいと思います。このサムジャンがね、なかなか聞いたことないという方も多いと思うんですよね。まずコチュジャン、こちら意味は唐辛子のコチュと大豆を発酵した調味料のジャン、これでコチュジャン、一方サムジャンは包むものを意味するサムに同じように、ジャンを掛け合わせてサムジャンという名前がついているそうなんですが、よく使われるお料理はビビンバやトッポギなど辛みのあるお料理、一方ですねサムジャンの方はサムギョプサル、あの葉野菜で豚肉ですとかキムチを包んだお料理ですね、これを、ね、よく使われるということです。で、原料なんですがコチュジャンの方は唐辛子にお米やもち米などを、混ぜ合わせると、そして1ヶ月間発酵させるそうなんですよね。ここが特徴です。一方ですねサムジャンの方はもうすでに発酵している味噌にごま油や砂糖などを混ぜて、もうすでに完成、すぐに使えるそうということです。でちなみに味なんですが、まあ、どちらも辛みはあるんですが、よりコチュジャンの方が辛みが強くて、うん、サムジャンの方は甘辛い味が特徴ということです、はい、こちらがそうですね、こちらがサムジャン、はい、そしてこちらがコチュジャン、見た目も全然違いますね、ね、はい、ということです、うん、今ちょっと焦げ目がついたのでひっくり返しました、はい、こういう感じですね、はいはい、でこれでまあちょっと軽くほぐしてもらって、うん、割とその塊が残っていて も OK、はい、ということですね。さあでは続いていきましょうか、はい、これにもう調味料とか入れていくんですけど、はい、混ぜ合わせていきますが、はい、まずは、トマトジュース、ベースはトマトなんですね、はい、まあ、ミートソース作る時もトマトスープとかで、はい、煮込むとかですよね、うん、これは今日はちょっとトマトジュースでまず、トマトジュースは 150cc、はい、じゃあこれ場合によってはトマト缶があればトマト缶でも大丈夫ですか。そうですね、ペーストの方がいいですかね、カットトマトより、はい、なるほど、はい、これに今度はトマトジュースをベースに続いて、あった、はい、コチュジャンからですね、はい、コチュジャン、はい、コチュジャンが大さじ1と2分の1です。コチュジャンはだいたい甘みがあるんですけど、はい、なんかやっぱ食べた後でちょっと辛みがくるんですかね、うん、うん、そしてサムジャン、サムジャンですね、はい、サムジャンが大さじ3です、はい、こちらにはですね、ニンニクとかネギなんかもね混ざっているそうですよ、はい、そしてオイスターソースが大さじ1、はい、
私もあのサムギョプサル、はい、野菜で豚肉とかキムチ包んだものよく家でやるんですけども、はいはい、まあ、これで使わなくても、ね、そういった他の料理に使えるっていうのもね、これもあの何につけても美味しいです、はい、本当ちょっと韓国風に一気に味が ね、 ねなりますよね、はい、さあそして混ぜ合わせて、はい、はい、これで大体どれぐらい煮込んだらいいですか。もうこれでもう温まったら大丈夫なんです、はい、もうほとんど煮込まないです。混ざったらもういいぐらいですね。もうあっという間に、はい、すごい美味しくできたんですよ。トマトジュースとコチュジャンとサムジャン入れたら、ね、なるほど、作ってびっくり、びっくりしました、はい、これ美味しいの。そして続いて麺いきましょうか。はい、はい、もう麺は何でもいいんですけど、はいはい、そう今日ね、はい、あの麺だけ書いてあったんですけど、これ、はい、お好みの麺をご準備ください。ね、今日はちなみにどんな麺ですか。今日はですね、はい、あのちょっと糖質が少ない、あの、はい、なんかおからとこんにゃくでできてる、ね、おから、でなんか茹で溶いたり水で溶いたりだけで食べれるっていうね。なるほど、はい、ちょっとじゃあ今日は湯にくぐして温める状態ですね。そうですね、これだけで、まあ、普通にパスタやられてもいいし、うどんでもいいかな、はい、うどんでもいいですね。うどんでもいいの、はい、今日はヘルシーな平麺を使っておりますよ、はいはい、さあ、今日もかなり時短料理ですね、ダンディさん。これ本当お母さんたちに夜作ってもらいたいですね。しかも今日はすごくヘルシー、麺がヘルシーだから、はい、最近僕も食べ過ぎなんでちょっと、罪悪感があってね。なるほど、ダンディさん、ね、ちょっと余計なお世話ですやめてください。もう今日でしょ、ケイさんがちっちゃく見える。いやもうちょっとケイってちょっと棒に見えるんですよね。ほらほら、もうこれギター宇宙人みたいになっちゃって。やめてくださいよ、誰が宇宙人ですか。いや大相撲発表したかと思ってた。はい、はいはい、そして盛り付けです、はい、確かに見た目はちょっとボロネーゼ風ですけど、ね、見た目がですね、うん、味がやっぱりちょっと韓国風の色してますけどね、はいはい、もう混ぜてもらってもいいですけど、まあ、ちょっと見た目に、うん、はい、綺麗なんでこういう感じで、はい、ちょっとなんか韓国のジャージャー麺にも似てるのかな、ね、もうちょっと黒い感じですかね、ジャージャー麺が、はい、そして今日は、お好みですが、はい、トッピングで貝割れ、はい、緑が入るといいですね、はい、キムチも。そしてこちら、はい、松の実、はい、松の実は非常に、ね、コクがあってね、やっぱり美味しいですよね。もしあれしたらちょっと辛入りしてつけられてもいいかなと思いますね。もし松の実ない場合はカシューナッツとかでも、はい、ちょっとナッツ系が入ると美味しいんですね、はいはい、そして今日はこれキムチ、そうなんですね、一緒にまあ食べたらもっと美味しい。あ、はい、はい、というわけでこちらで韓国風ボロネーゼ完成です、はい、